PC の管轄外なんだよな。仕方ない、面倒だけど追いかけようかな。おい、 CC がジャンクヤードになんのよ。で、アルターじゃない。わざわざこんな場所まで何しに来たの。不審者が騒いでいるという通報が。調査。政府の警察様は動きが遅いですね。お前らが街中で派手に暴れてくれたおかげでな。さっさと戻って街の片付けをしろ。さもない正式に CC へ抗議するぞ。なんであなたに命令されなくちゃいけないわけ。私は CC 所属の警備員なの。政府警察の命令に応じる義理はないわ。施設警備員が偉そうな口を聞くの。公務執行妨害で逮捕する。そんなの職権乱用でしょ。それに私を捕まえたら政府と CC で問題になるわよ。それでもいいの。構わん。ついでに言っておくが、あの飛空艇も俺たちが預かる。待ちなさいよ。あの飛空艇を先に見つけたのは私よ。バカ言え。あれは忘れ物だろ。管理は企業ではなく警察の仕事だ。すでに飛空艇の回収に関しては手を回した。お前がわめいたことで結果は変わらない。じゃあな、せいぜい町の清掃にでも励んで。